ちょっとなんか散らかして何やってるんですか。あ、こんにちは、エプラチャンネルです。今ですね、キックターゲットのあの配布するこういう3箇所を準備してまして、ちょっとそれを何撮るの、じゃあせっかくなら紹介しながら行きましょうか。お願いします。はい、まずはこちら、あのスピルリナっていう商品を作られてる株式会社 SY さん、あの一度僕らも動画で、あの 緑色のパンですね、あれを作った会社さんなんですけど、そちらからあのスピルリナの試供品とチラシをいただいております。すごいよこれね、下痢とか花粉症が治る。ファーシー君どうやったこれ食べた。いや全く僕は、まあ、でもそう、あ、人によるっていうのはちょっとあるので、でただあの光栄君、あれ光栄君やったっけ、光栄君、あの違う動画ネーム、あ、林子君だは花粉症がすぐ治ったみたいな。ちょっと効果は人によりますけど、ちょっとあの体にはいいものなのでお試しいただきたいなとか、あとはこちらですね、この後ろに大量にあるこの箱なんですけども、こちらあの一力さんからの赤飯おこわの試供品なんです。で、なぜ一力さんなのって話なんですけど、これ実はあの僕は一力さんに連絡しなかったんです。最初金華食品っていう柳津町にある食品会社に何かありませんかっていうのを連絡したら、実はそこは一力さんの子会社で、なので一力さんにつながって、なんならもう500個配ってくださいみたいなということで50箱来ましたっていうのが、あのこれでもね 1.5 個あるので普通に1食分、あの若い子にも赤飯を広めたいということで、はい、こちらも同封いたします。配布するものとしてはこちら、あのヤングドーナツ、これはなんと岐阜県の各務原市の会社が作ってまして、結構有名、どうなのかな、全国的に有名じゃないかなこれ、だと思ってた僕は。で、僕らは当たり前に有名だったよね、うん、あの超大好きなおやつなんですけど、うん、これが各務原市の会社なのでちょっと配布しようかなと、はい、っていうのと、あとこちらにあるカニチップ、カニチップもですね、作ってる会社は岐阜県でして羽島郡美南町、うん、なのでちょっとだいぶ岐阜にこだわった配布物なんですけど、さらにさらに実はこだわったのが、このそもそも袋なんですよ。見えます？見えてます。はい、あのこの袋ですね、実はあのキックターゲット岐阜ってちゃんと印刷されてまして、この絵もですね、新井陸さんっていうアーティストの方にご利用しして描いていただいたんですよ。で、あのこの絵も、これはあのベースの絵は自分でデザインしてこういう感じでって言ったんですけど、キックターゲットに向かって金華山、岐阜城が後ろに見えて、長良川が流れてて鮎が飛んでるっていうね、っていう岐阜を詰め込んだ絵でして、これもオリジナルで、ぜひこの QR コードから新井陸さんの作品見てくださいっていう、岐阜を詰め込んだ3箇所をプレゼントしますので、まあ、これだけでもね、結構無料で子供たちはできて、こんないろいろもらえてっていうね、喜んでもらえる1個かなと思います。で、あの景品の提供とかではないんですけど、スポンサーの企業さんも見えまして、あのそちらパネルの方でね、あの実際のキックターゲットをやってるところで紹介できると思いますので。どうですかパーシー君、すごくないですか、頑張りましたよ。本当にすごい。そう、めちゃくちゃ頑張りました。めっちゃすごい。あの2ヶ月ぐらいかけて、ね、いろんな企業さんにも連絡取って、こういうことやりたいんですけどどうですかっていうのをいろいろ提案して、まあ、9割方スルーはされますけど、うん、まあ、そんなことにへこたれず、うん、はい、あのちょっとずつ活動が広まってくれば、ね、スポンサーも増えてくると思うので、それこそあの宮田製菓さんいかがでしょうかスポンサーあとはあのカニチップの春屋さんですね、チャンスですよ、はい、春屋さんいかがでしょうか、あの岐阜の子供たちにね、岐阜の会社ってことを知ってもらえるって結構僕は大事なことだと思ってて、あの自分自身もこういう活動するまでこれが岐阜の会社のお菓子って知らなかったからね、うん、なのでもし知ってもらえれば、お菓子屋さんとか行った時に、あ、これそういえば岐阜の会社だから1個買っとこうみたいになるかもしれないですね、ってことでぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで詰めましょう。あとは詰めます。はい、明日はとりあえず30個用意しますので、はい、今から頑張りましょう。わかりました。はい、じゃあチャンネル登録お願いします。